皆さんおはようございます。三笠の森に着きました。かなり雪が積もっています。ここのところずっと、雪が降ったり、その後あまりあの暖かい日がなくて溶けていないので、周りもですねこんな感じで、雪だらけです。今あの三笠の森入り口入ったところから山小屋に上がるところなんですけれども、この辺の道が割といつも雪が降ると雰囲気が良くてですね、私は好きな道です。まあ多分そんなに時間しないうちに、管理人の方がですね、除雪もしてくれると思うんですけれども、まあ、除雪をしてもそんなにすぐにはね雪は全部はなくなりませんので、逆にあの除雪した雪が駐車場の入り口に、溜まってしまって、入り口作るのがちょっと大変みたいな感じになっているかと思います。いつもねこの辺のこの急坂が大変なんですけれども、まあ、うちの車はなんとか登れますけどもね登れない車も多いかと思います。ここはあの南向きなので、まあ、道路の路面自体がカチカチに凍っていなければですね、割となんとか上がれる道なんですけれども、ここから先は誰も通っていない感じですかね。ここから先はちょっと誰も通ってない。この先はあのまた、結構人が通る道になりますが、誰もまだ通ってませんね。こんな感じで、まだ誰も通っていない、わだちのない道を午前8時になりました。通って、山小屋にもうすぐ到着です。結構ね雪ありますね。25センチぐらいはあるでしょうか。この辺はいつもちゃんと雪かきがしてあるお家の前です。ということでもうすぐ到着します。さっきあのコチャッピー来てたように見えましたね。よかったです。チャッピーも帰った感じなので、早速バルコニーの方の掃除をしていこうかなと思っています。ではまた後ほどになりますかね。割とね、いい感じの雪道になっています。